します。これはですね、私がハワイ大学に留学していた時にお友達のうちに呼ばれて食べたチキンがすっごく美味しかったんです。でレシピを聞いたらチキンを丸ごとコカ・コーラ1本で煮たって言うんですよ。で私それまでコカ・コーラが料理に使われるなんて考えたこともなかったのでびっくりして自分でも作ってみたんです。そうしたらすごく美味しくて、でしかもうちよくパーティー開くんですけどコカ・コーラが半分飲みかけで余っちゃったりとか、あとワインなんかも飲みかけで私があんまり飲めないから半分余っちゃったりとか、そういう余り物ですごく美味しくできちゃうので、コカ・コーラにはよくやります。ぜひ試してみてください。すっごく美味しいです。まず材料は私の場合結構まあパーティーとか人数多いのでやるので、もも肉のこれ、6つ6個ですね。から玉ねぎ丸ごと1個半分に切ってボンと入れちゃいます。でコカ・コーラが、400ml、 そしてガーリック、ニンニクが1さじ、生姜1さじ、あと余った生姜はそのまま丸ごと入れちゃいます。で塩小さじ1杯、あと醤油は、2さじぐらい、大さじに2つ、でこれは、コカ・コーラとワインはもし余ってたらどれだけ使っても構いません。バーンと全部余ったの入れちゃってください。であとはこれをくつ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 2時間ぐらい煮ちゃうんですね。そうするともうチキンが骨からもう落ちちゃうぐらいすっごい柔らかくなってすっごい美味しいんです。ぜひ試してください。まずコカ・コーラを入れちゃいます。そして余ったワイン、飲み残しのワインでいいんです。これをバーンと使っちゃいます。その後チキンをボンボンボーンと入れちゃいますね。お醤油を入れて玉ねぎをボンボンと2個な入れちゃいます。そして生姜も丸ごとボンと、すった生姜も入れちゃいます。そしておろしたガーリック、ニンニクも入れちゃいます。そして塩小さじ、こんな感じで全部整いました。あとはじっくりじっくり2時間ゆっくり煮てください。わー美味しそう。すごく柔らかくなりました。見てください。おー、とろとろ、玉ねぎももうなんか溶けちゃったみたいな感じですね。美味しそうにできたね。チキンのコカ・コーラ煮でした。2時間くつくつ煮てもう今本当にもうこんな風につるんって取れてきます。いただきます。そしたらいただきます。美味しそう。うんうん、柔らかい。美味しい。うん、美味しいね、本当に。玉ねぎももうつるんって、すごい柔らかい。うん、バッチリ。皆さんもお試しください。